はい、こんにちは。ロカイユニバーサルデザイン伊藤です。今回はですね、レオトの新製品の BV1 と BV5 ですね、BV10 と比較してどう違うのかというのを、ご説明していきたいなと思います。結構やっぱり BV1、人気がありますね。 BV5 もありますけども、 BV1 はですね、これまあ今ビデオ用として結構売れてるんだと思います。オールメタルなんですね。まあ全てそうなんですけど、まあこういうあのファン棒を取り付けるところとかは、プラスチックも使ってますけども、この機構上の、回転パンのところ、それからティルトの箇所、それからこちらですね、カメラ台もこうちょっと動くような形になってますね。全てオールメタルです。動画とかでこう横の動きですね、私今ちょっとプラスチックのものを使ってるんですけど、固定だったらいいんですけども、少しこう回転させようなんていう時にはやっぱりこういうあのプラスチックがどうしてもこう柔らかい素材なので、こう動きが出ることがあるんですけど、まあこれですと本当に、綺麗に回っていきますね。あとティルトの方もしっかり綺麗に回ります。まあ動画であったりミラーレスの望遠なんかを載せても、あの全然ビクともせずにしっかり使える運台かなと思います。なんと値段が1万5000円ですから、まあかなりお買い得な価格になってます。はい。でこれ今 450g ないですね、 450g で、こちらがね 530g の BV5 ですね。はい。でこのパン棒は、右側にもできますし、ビデオでしたら右側ですよね。で、あのカメラ用でしたら左側にもこう取り付けられる、ような仕様になっています。はい。で、まあ、ここのティルトの固定とパンの固定になってますね。で、雲台は、クイックシュープレート。クイックシュープレートはアルカスイスの仕様になってます。これが 530g なんですね。こちらだとね、やっぱりちょっと本格的な、やっぱり野鳥とか撮られる方用の BV10 ですかね。BV10 という形になるんですけども、結構しっかりした形になります。ちょっとね、これも一つ入れときたいとかっていうようなバッグに入れておきたいっていう場合には、BV5 でも、まあ、コンパクトで、軽くて、こっちが530、これ 760g ぐらいあるので、まあ結構しっかりします。これが今365なんです。365のパイもしっかりつくような形になってますね。まあこの365の本体のボディープレート、これ同じですから、まあ324でも同じようにしっかりつくような仕様になってます。まあ野鳥とか、まあ長玉ですね、しっかり覆うような場合にはこちらの方がおすすめかなと思います。まあ、フリクションもね、このように手離したらフリクションがこうありますね、こう戻るような機構もちゃんとついてますね。はい。
すべて、やっぱりあの1万5000円でかなりコスパはいいかなと思います。しっかり固定できて、まあできるようであれば雲台、まあ、あのレイアウトの方でも話しましたけど、ちょっとやっぱりセンター棒があるタイプは、まあ、あとギア式はね本当はいいんですけども、まあそういうのと一緒だと、あのセッティングはしやすいのかなと思います。あとこちらねレベリングを、まあ、間に入れていただくような形にしていただければ、結構撮影の幅が広がるのかなとは思います。はい、今回はですね、BV1 と BV5 のご紹介となります。ご清聴いただきまして、ありがとうございます。